はい、カズイ喫茶店。って、なんだ、ヒロカ。ああ、俺だ。話を聞いてくれ、千殿の件なんだが。どうやら千殿の伝言が虚偽報告したとの話は聞いているか？それくらい知っているさ、黒の組織を作り上げた際に騙して嘘つかれた本人がな。それで、どうする気なんだ？私たちと手を切ろうと思ってな。どう思う？いや考えろ、千は逃げるようなことはしないはずだ。まずは様子を見させるのが先決だと思う。だけど最低な人ですよ。人のこと嘘つかして平気で言う姿で遺憾極まりないですよこれ。私なら到底許せないです。だが考えろ。もし他人の人が切ったとしても他の周りが嫌われていても、話せる仲間がいなくなり、そして一人になって孤独感を感じさせる。許されなくとも味方がいなくなる、違うか？そこまで言われると確かに一人にされるのは痛いな。考えておく。それと忠告だ、日本競馬界の父がここにやってくる。理事長代理だ。理事長代理だと、まさか。まさかここに来るとは思わなかったぜ、樫本理事長代理。よろしく。それと旦那様、次のレースなんですが。天皇賞春だな、出走者はマックイーン、ゴールドシップ、ライスシャワー、マヤのトップガン、成田ブライアン、ナイスネイチャー、マンハッタンカフェ、北サンブラック、里のダイヤモンドが出走する。あの旦那様、ライスシャワーは右足の怪我で復帰したばかりなんですが果たして。少しやってみようと思ってな、克服するために出走させた。克服するため？うむ、ライスのあの弱みを打ち消さなきゃいけない心をな。よし、話は以上だ。事故もなく安全なレース運び、期待するぞ。旦那、あの出来損ないようなで出走を？あれ？樫本さん、今さりげなく旦那って言われたような。切り抜けます。成田ブライアン、少しスタート直後つまずきましたが大丈夫。先頭を突き抜けたのはライスシャワー。しかし後続にメジロマックインが先頭に入ろうとするところ、ゴールドシップにも並びかけに行きます。待ちやがれマックイン、このメジロに先頭に譲らせられるとでも。いいでしょう、ゴルシ孫との戦いを争ってあげますわ。上等だぜ。うわー、近づきがたい。後半から攻めに行くしかないかも。む、ライスのやつなんだか様子がおかしい。だっさけ？ライス。わあ、ごめんなさい。ライスはいい子だ。あっとライスシャワーを開き突っ込んでクラッシュしましたが後続も次々と接触。まさかのディアーが
本当調子じゃないようだな。大丈夫かライス。もう一回呼吸を開けたわよ。これはやはり動揺してますね。さあ先頭争いをしたのはネギロマックイン、ゴールドシップ、マンハッタンパトに続きます。ライスシャワー、ちょっと動揺していますか。中段に前のパックダウン、タコのダイヤモンド、ノリタブライアンに続きます。うむ、やはりノリがあったか。だがライスに克服させるためのレースにはここしかないんだ。旦那、大変なことが起きている。シリウスからの話に聞いている。どうやらレコードスタジオにマルゼンスキーと西のフラワーが囲まれて、どれ本人のエヴァンスの連中に狙われている。この件はどうしますか、旦那。時間の問題だな。ほとんどのメンバーは出回っているからな。よし、使いに立ち音と対し、ラッカーの大きさを続けさせる。本当中に変わるというコンドルパターンを振り込む。うむ、承知した。それと、カシノトさんにもよろしく伝えてくれ。日本競馬界の偉大な力士と、な。ああ、大丈夫よ。は、早く、追いつかなきゃ。追いつかなきゃ、ライスのことを。お、何の欠かせ。やりますよ。あの時の菊花賞の形を。あ、やべ。完全に前のレースで切れてやがる。だが、前半は譲らねえ。ちょっと距離を置こうかしら。やら、戦闘が変わります。ゴールドシップ、ネギロマックイン2番手に回ります。マンハッタンカフェは3番手に回る様子を見ます。どうした、え、ちょっと車貸してほしいんですけど。なんだ急に、そのわけはなんだね。理由は、ドイツと峠走りに行こうと思って、自分車に保険出していたから。それで車貸してほしいなって、えへへ。風は降らした人だな。なんでわかるんですか。お前もどうって言ったからだろ。わら、まあいい、今ガレージの中で貸してやる。万が一事故で車両が破損した場合は私の名義で保険料を出す。それでいいな。あ、はい、ありがとうございます。さあ終盤が近づいてきました。残りはガリレオパークから峠の下り線に入ります。トップ争いは変わらずゴールドシップ、ネギロマックイン2番手、3番手にマンハッタンカフェです。4番手はライスシャワー、5番手に前のトップバンが合います。もうそろそろ仕掛けどころだな。この黄金の駆逐艦の力、見せてやるぜ。しましたわね、ゴルシ。さあ、私を追いついてみなさい。く、なんて速さだ。私のマシンじゃ追いつかない。ライスもさすがにきつくなり始めてますが。最後まで走り抜くか、ライスは手を抜かないからな。問題は宝塚記念的にまとらうのに落ちた気持ちがまだ残っていることだ。この恐れを打ち消す。それがライスを克服するためのレースだ。トラウマからの克服か。旦那様も変わりのない気持ちですね。唯一賛成の宝か呼ばれた異次元の逃亡者、サイレンス鈴鹿を失ったことが多く心残りはあったな。くじ、旦那様、ちょっと席を外してもよろしいか。ああ、いいぞ。すまない、行ってくる。くじ、どうやら気づかれたようだな。彼が本当の父だ。おい、まさか理事長代理が。そうだ、ヘイルプリズン系とヘイローの父を持つ。サンデーサイレンスだ。バカな、鈴鹿としての事実上の父親。なぜ今まで知らせなかった。話せば長くなるが、これはちょっとした事情があってな。とりあえずレースを終えてからだ。いいな。今ゴールインしました。勝ったのはネギロマックイン。ゴールドシップとの差は離さ勝負で逃げ切りました。3番手はマンハッタンカフェです。富士、父さんなんだな。僕を文句に来たのか。いいえ、富士に文句なんという意味で来てるわけではありません。どうしても伝えたいことがあります。なんだ。下の子たちに面倒を見てくれた感謝です。決まってるよ。サンデーの長男である僕が面倒見るに決まっているさ。それなのに僕がクラシック3冠の前に屈権縁でレース人生を終えた。ねえ父さん、教えてよ。僕が立派な競走馬になれると信じて夢を叶えたかったのに。なんで、なんで、僕はこうも不幸で不運な競走馬人生だったんだろう。僕、どうせ、僕は捨てられた自分だったのさ。富士、それはあなたの勝手な妄言で、別に私は捨てたわけでもありません。私は富士のことに対して弟、妹たちにもたくさんの面倒を見て、優秀な競走馬さん子たちに成績を収めたのも、あなたのサポートによって成功できたからです。富士は決して見捨てたわけでもございません。違いますか？
お父さん、お父さん、く。あなたはよく頑張りました。私の遺産のことなら、旦那様と預けてしっかり管理しますから、富士は任務の方を優先してください。まだ泣いているのかバカ者。あなたは立派なお兄様だろ。次の任務まで早い、今晩はゆっくり休むといい。